はい、今日から仕事ですが、また釣りに来ています。ここは綱港です。東浦です。昨日と打って変わってベタなぎです。風はないですが、寒い、少し寒いです。車が横付けにできるので人気の釣りスポットです。こっちの方を向かっていくと洲本の方になります。入れくないけど一応トイレもあります。那港の外海です。こっちも柵があって釣れるそうですが、テトラがあるのでドボ釣りです。鶴みたいなのがいます。東浦汚いって言うけどそうでもない。こっち側が大阪湾側です。平日だけど結構人はいます。出勤前に釣りをするんでしょう。来た時はいっぱいでしたが、だいぶ人は減りました。どうですか、ボラの子かな、ボラっ子、ボラかな、キラキラしてんの、ボラの子、あれは食べへんの、知らん、アジすごい陽気おるやんな、金魚みたいな、メダカやん、ボラッコ、あ、そう、あ、マークな。はい、今日も坊主でした。にこやかに撤収します。撤収、はい、釣り場からの帰り道、右手に見えるのが淡路市役所です。ここにもう2回ぐらい来ました。何をとが綱一宮インター付近です。マイマルシェが私の通勤場所になります。ここで荷物を積み込みます。これが綱一宮インターです。この道をまっすぐ行くと西浦です。イザナギ神宮があります。家から一番近いコンビニファミマです。こう曲がります。家が近づいてきました。ここをモンキーターンします。アメリカのような佇まいです。洗濯物はみんな表に干しています。ここが我が家です。はい、中をご案内します。カーテンを開けてください。こんな感じです。リビングとダイニングキッチンです。こっちへ行くと
です。今日はこんなんです。洗面です。トイレです。ここはガレージです。物置になっています。ここから出ると物干し竿です。裏は病院があります。ここから2階です。右へ行くと寝室です。こんな感じです。ここは神棚の部屋です。だるまもあります。ここはとりあえず客間です。ちょっと遅い朝ごはんです。素晴らしい家ですが3ヶ月で追い出されます。